はようございます。日はマネージャーの定休日なんですよ。ええ、マネージャーのいない日はオーナーが全ての仕事を引き継ぐことになっているんですよ。私がしたいなと思ったの。迷惑だった？ありがとう。ねえ、ちょっと座ってもいい？私ね、くんを好きになっちゃったみたい。それはどうかしら。それじゃあ、また後でね。チッ。いやー、青春だすねー。あんたがほっぺにキスされて、おちょくしてるあたりから出すかな。
若かったあの頃を思い出すだすな。それよりも遅れて悪かっただす。遅刻した分もしっかり働くだすよ。時間通りね。確か君は今日までディッシュだったわね。その通りよ。来週のシフトについては、そうね、君が倉庫整理を終えた後に話し合いましょう。その通りよ。今朝方届いた荷物があまりにも多くて、オーナーが運んだのはいいけど、まだ区分けができていないの。もしかしたら一日では終わらないかもしれないけど、頑張ってちょうだい。期待してるわ。男の子って大変なのね。
一日中で疲れるでしょ。感心感心、男の子はそうでなきゃね。ねえ、くん、お姉さんがご褒美に疲れの取れるおまじないをしてあげようか。もちろんあるわよ。それじゃあ、ちょっと目をつむってくれる？そうよ、くん。どこにいるんですか？
それじゃあ、くん、また後でね。あれ？今のはレイカさん？先輩とレイカさんって。お友達だったんですね。翔子も麗華さんとはお友達になったばかりなんです。することもできないよ。それじゃあ先輩、9時まで頑張ってくださいね。よく頑張ったわね。この調子で夏休みの終わりまでお願いするわ。私のためではないわ。お店の繁栄のため、もしくは自分のためによ。ところで、グン、お店の人たちとはうまくいってるかしら。そう、よかったわ。女性の多い職場だから少し心配していたの。それでは問題はなしということね。男性にはいろいろと刺激が多いかもしれないわね。どこを見ているの？話をしているときは相手の目を見て話すのが礼儀よ。注意しなさい。それではシフトの編成について話し合いましょう。まず復習の意味も含めて、もう一度バイトの職種について話しておきます。フロントの仕事が2種類、ウェイターとキャッシャー、この2つについては説明の必要もないでしょう。それでは次、キッチン関連がこれも2種類、料理と仕込みの仕事があります。料理については、
コック長の指示に従って働いてもらいますから、特に心配はないと思います。最後にディッシュですね。これは知っての通り、皿洗いと掃除関連のお仕事。それと倉庫整理もこれに含まれます。1週間何をするかは君の自由よ。それでは明日木曜日は何を担当するのかしら。金曜日は何を担当するのかしら。土曜日は何を担当するのかしら。日曜日は何を担当するのかしら。月曜日はバイトがオフよ。それでは最後に水曜日ね。このシフト表通りに働いてもらいますが、間違いはないわね。それでは明日からこのシフト通りに働いてもらうわね。いい返事ね。今日は遅くまでお疲れ様。遅刻しないで、ちゃんと来るんですよ。